テンペストはゼネラルモーターズのポンティアックディビジョンで1960年9月から製造されたエントリークラスのコンパクトカーである。最初の1961年モデルのテンペストは新しいワイプラットフォームのモノコックボディをビューイックスペシャル、スカイラークやオールズモビルカイ8 5カットラスと共有していた。また、ポンティアックルマンとしても1962年モデルの はじめから大量に販売されたが、1961年モデルのルマンクーペはごく少数であった。1964年にはプラットフォームが刷新され、フレーム付きの A ボディとなった。テンペストの名称は、以前はテンペストシリーズの上級グレードの名称であった、ルマンのために1970年モデルで廃止となった。初代のテンペストは、同年式のオールズノビル社と、 類似した外観を備えていたが、内部は根本的に異なった構造で、特に動力系の設計は得意なものであった。それはフロントエンジンリアドライブの基本レイアウトではあったが、トランスミッションを後部に追いやりデフと一体化させたトランスアクスルを用いるアメリカではほとんど例のない手法であった。なおかつ低消化対策のため、さらに得意な設計が採用されていた。それが、 エンジンを後継、トランスアクスルを前傾させ、その間を結ぶトンネルと、そこに内蔵された位の柔軟で湾曲した、プロペラシャフトからなる、ロープドライブである。このレイアウトは前後輪にほぼ50、50の理想的な重量配分を与え、四輪、独立喧嘩を実現し、通常の形式の車ではトランスミッションを収めるのに、必要な前席や足元の張り出しや、 背の高いフロアトンネルを廃することができるという利点も持ち合わせていた。フロントエンジンの後輪駆動車でトランスアクスルを採用した事例はそれ以前にも複数存在したが、複数箇所のベアリングで強制的に湾曲させた状態のプロペラシャフトをエンジンのクライクシャフトと同じ回転数で動力伝達に用いた事例はほとんどなかった。この車の設計者は1956年に パッカードからヘッドハントで GM へ移籍し、1961年にポンティアックディビジョンのチーフエンジニアとなっていたジョン・デロリアンであった。彼はその後1972年に GM の副社長にまで上り詰めるが、翌年には大社独立し、彼自身の名を付けた車を作ることになる。当時、ビュイックとオールズモビルの姉妹車が通常の全部に エンジンとトランスミッションを搭載し、フロアトンネルの下に2分割式のプロペラシャフトを通したごく平凡なホチキスドライブ方式を採用していたことからすると、テンペストの独自性は際立ったものであった。テンペストは1961年度のモータートレンド市のカーオブザイヤー賞に選ばれ、ロードトラック市はテンペストを極めてゆったりとしている、フォードモデル A 以来、 最高の実用車の一台と褒めたたえた。エンジンは、市場で、トロフィー4と称された195クインの直列4、気筒で、アメリカにおける、このクラスのコンパクトカー用エンジンでは平凡堅実な直列6気筒が定番であった状況からすれば、これまた得意であった。トロフィー4系エンジンは、ポンティアック大型車、ボンネビルやカタリナなどの標準エンジンであった。 ポンティアック製389クアイエンベイ型8、気筒のミニシリンダーバンクから派生したエンジンであった。このエンジンは軽約家の消費者には燃費の良い経済性の高いエンジンだと宣伝されたが、ポンティアックにとっても389エンジンと同一の生産ラインで製造できるためコストを抑えることができた。エンジンは8.6、1の低圧縮比に1バレルキャブレター 10.、10.25、 1>, 1の高圧縮比に1バレルキャブレターと高圧縮比に4バレルキャブレターの3種類があり1バレルキャブレター版が110から 140HP の出力だった一方で4バレルキャブレター版は 4800rpm で 155HP の出力と 2800rpm で2 1 5 f ート LBF のトルクを発生したこの3種のエンジンすべてが18から22 MPG の範囲の燃費であり、全般的に信頼性に富んでいたにもかかわらず、機械の調子が悪い時は蹴りを入れればよいと思っているようなディーラーの整備士からは、ヘベーラーという別称をつけられた。小さいことだが著名なもう一点その他の Y ボディ社との違いはホイールであった。ビュイックとオールズモビル両社は、ジブランドの Y ボディ社に、当時の他の GM 社には使用されていない14。 インホイールに4本の直径4.5インのスタッドを使用し、半端なサイズの9.5インドラムブレーキを標準化していた。ポンティアックは15インホイールに同サイズの5本のスタッドを使用し、9インドラムブレーキを装着していた。このポンティアックの構成も、その他の GM 車には使用されていなかったが、多分唯一合致する共通点は、テンペストの足回りを製造していた。 ロサンゼルスのポンティアック工場がマスタングが開発されていたフォード工場と道を一つ隔てた場所にあったことであった。特筆すべき点は1961年と1962年モデルのテンペストにオプション設定されていた革新的なアルミニウム製のビュイック製215区ンベイ型8気筒である。215エンジン付きのテンペストは ちょうど6662台が注文され、これは全生産数の1%だったと見られている。このエンジンは155から 215HP までの出力を発生したが、重量は仮想状態で330ポンドしかなかった。ポンティアック215ブロックはポンティアック工場で搭載される、車ごとに瓶と共とにビューイックマークが手作業で刻印されることが、 他のビュイック製215エンジンと異なる点であった。1961年モデルのすべてのポンティアック215ブロックの番号は 161P で、1962年モデルは 162P で始まった。これより、後ろのコード番号はその車がオートマチックトランスミッション車かマニュアルトランスミッション車かを示していた。1961年モデルでは一足のみ、 シンクロメッシュギアがない3足コラムシフト MT か、ダッシュボードのイグニッションキー右に位置する小型のレバーで操作する2足 AT があった。装置自体には表記されていなかったが社内文書でテンペストトルクと呼ばれた。この AT はシボレイコルベアに搭載されていたものとよく似たパワーグライドの一種であった。翌年にはフルシンクロ化された4足フロアシフト MT が 追加された。導入された、当初のテンペストは4ドアセダンと、サファリというステーションワゴンのみであった。2種類の2ドアクーペは1961年モデルの、ボディスタイルで1961年末に追加された。1962年モデルが登場した時、元々ルマンは全席にバケットシートを装備したトリムパッケージの豪華版であり、新しいコンバーチブルも追加された。 これでテンペストは、ステーションワゴン、セダン、クーペ、コンバーチブルの全4モデルが揃った。この4モデルはすべてただのテンペストであり、より高価なクーペやコンバーチブルを望む購入者は、追加料金を払って、テンペストルーマンを選んだがセダンとステーションワゴンには、ルーマンは設定されていなかった。オールズモビルトビュイックは、カットラスト、スカイラークをノオのにより高価なオプションとして、 ピラーレスのハードトップを設定していたが、ルマンにはピラーレスハードトップはなかった。1963年モデルでルマンは独立したシリーズとなり、テンペストとルマンを合わせた全生産数の半分にも達した。操縦性の改善のためにトランスアクセルに改良を加えられた1963年モデルは、前2年のモデルより幾分大きく重くなりと呼ばれた。 ほとんど注文のない215エンジンよりも強力な高性能オプションが提供された。215エンジンはポンティアック製の新しい326クライエンベイ型8気筒に代替され、このエンジンの外数は長寿の389エンジンと同じであったが、より強力なトルクを発生できるように内部設計は異なっていた。新しい型の AT と刻印されていたは、 この強力なトルクに耐えられるように設計され、V8 エンジン搭載車が4足、AT 付きで製造されたなら4足車は、それほど少数ではない。高圧縮比の326エンジンの出力は260、HP でトルクは352フィート LBF で、あった。実際の排気量は336クインであったが、言い伝えによると GM では、どのディビージョンも、 シボレイコルベットの327より大きなエンジンを使用することが禁じられていたために、好評値は326であった。エンジン重量は中鉄製のために195クインのトロフィー4より重い260ポンドになり、前後重量配分は54、46となった。性能はカーライフ氏がなぜに GM は389エンジンを乗せなかったのかと、 考える者は誰もいないであろうと述べるほどに十分強力であったし燃料消費率は326エンジンで最高 19MPG であった。V8 エンジンのオプションは人気で販売された先翌年は排気量が実際に326クイーンに仕立て直されてしまったために1963年モデルの326はその年限定のエンジンであった。 おそらく最も有名なテンペストは1963年モデルのスーパーデューティである。14台のミガンロのメーカー実験者クラスへの出場を目指してミシガン州のポンティアック工場で GM のレース活動禁止令が発せられる直前1962年のクリスマスを徹して製造された。テンペストスーパーデューティを使用したレースで活躍した中に ミッキー・トンプソンのチームで1963年度、んーロ・インターナショナルで12秒台前半で走行したワイルド・ビル・シュリューズベリーがいた。シュリューズベリーは現在もその車を所有しており、それには1963年シーズン終わりに改造され取り付けられたポンティアック製パワーシフトトランスアクセルが装着されている。スーパーデューティのために特別に開発されたパワーシフトは 現在のドラッグレーシング用トランスミッションと同様に、クラッチなしで変速できるように本質的には2機のパワークライドで4速変速機として成り立っていた。2008年10月31日に最も希少なメーカー製レース車両で行方の知れなかったスタントローサースーパーデューティテンペストルマンクーペがイーベに出品された。 出品者はこの車の本当の価値を知らずに、開始価格を500ドルに設定して出品し、226,521ドルで落札された。初代テンペストは極めてユニークな存在であったが、高速回転する湾曲プロペラシャフトに代表される。その特殊なメカニズムは、結局一般化しなかった。1 9 6四年に、テンペストはより一般的な形式にモデルチェンジされ、 ホイールベース115インと全長203インに大型化、コンパクトカーからインターミディエートに格上げされた。モノコックボディ、湾曲プロペラシャフト、トランスアクスルは他のコルベア以外の全 GM 車に使用されている伝統的なフロントエンジン、フロントトランスミッション、独立フレーム、リジットアクスルに変更された。姉妹車のオールズモビル K85、オールズモビルカットラスや、 ビュイックスペシャル、ビュイックスカイラークと共に、テンペスト、ルマンは、新しいシュボレーシェベルと共通の A ボディになり、この三車型すべてには、GM の直例によりホイールまでをも含む、標準化された、近代化、改良が施された。ルマンの名称は、独立したシリーズ名としては廃止され、モデルは、下から、テンペスト、テンペストカスタム、テンペストルマンとなった。標準エンジンは、 以前の v 8ペンバンクの4気筒から 140HP の1バレルキャブレター215クイン直列6気筒エンジンに代替された。この6気筒エンジンは基本的に絞れい製194クイン直列6気筒のボア拡大台でありポンティアック専用に提供されていた。オプションは前年に導入されたレギュラーガソリン仕様の1バレルキャブレター付き200トランスミッションは 標準が3足コラムシフト、MT と4足フロアシフト MT のハーストシフター、2足 AT が用意されていた。高性能 V8 パッケージの人気に刺激され、ポンティアックは、テンペストルマンに再度これを設定し、クランツーリスもオモロゲート、または GTO と名付け、1960年代と1970年代の分岐点となる車となった。興味深いことに、 GTO に影響されたオールズモビルはその年のうちに、カイマイナス85、カットラースに442と呼ばれる独自の高性能オプションパッケージを設定し、翌年にはビューイックがスカイラークにスカイラークグランスポーツまたは GS と呼ばれる高性能モデルを導入した。両モデルともに成功を収め、思い返してみるとこれらがマッスルカー時代の到来に貢献したのである。 1965年モデルのテンペストのエンジンは326方の出力が 285HP に増強された以外は1964年モデルと同じであった。スタイリングの変更点はより大型のポンティアック車に似た縦置きヘッドライトと新しい分割ラジエーターグリル、新しくなったテールライトとより傾斜がついたトランク上部であった。 テンペストカスタムに2ドアハードトップクーペが、肩やルマンには、フルサイズのボンネビルブロアムに似た、プレストンクロストリムに、プラシ、甘ない層があしらわれた4ドアセダンが追加された。フルサイズのポンティアック車に似たコーラビンに影響を受けたより丸みを帯びたボディとなった、大掛かりなフェイスリフトが1965年モデルのテンペストに施され、新しいピラーのない4ドアハードトップが、 テンペストカスタムシリーズに追加された。ボンネットの下ではシボレー派二215クイーンの6、気筒が新しいポンティアック製230クイーン6気筒、サイチェシーエンジンにとって変わられた。ベースモデルのサイチェシーエンジンは 165HP の1バレルキャブレターで、経済性重視の顧客向けの設計であった。オプションで装着可能な2ドアモデルのスプリントオプションパッケージに、 設定されていた4バレルキャブレター、高圧縮比の 207HP 版の6気筒、サイチェシーエンジンは、類似のサイチェシーエンジンを搭載した、高価なヨーロッパ製のスポーツセダンと比較検討される材料であると市場ではみなされていた。V8 パワーを望む顧客には、夫に250と 285HP の326と326方エンジンが引き続きオプションで、 用意されていた。1967年モデルのテンペストのマイナーチェンジはカスタムとルマンのみに施された。エンジンとトランスミッションは4バレルキャブレターの6気筒。サイチェシーエンジンが 215HP に出力。増強された以外は前年と同様であった。前輪のディスクブレーキはステレオ8トラックプレイヤーとボンネット上に装着するタコメーターともに新しく。 オプション設定された。スタイル変更された、ルマンスタイル変更されたルマンより丸みを帯びた、スタイル、コンシールドワイパー、横型ヘッドライトに戻った、マイナーチェンジを施されたテンペストが1968年モデルで導入され、ホイールベースは2ドアの112インと4ドアの116インの2種類になった。6気筒サイチェシーエンジンは230から250。 クイーンに拡大されたが、出力は変わらなかった一方で、326V6、ワニバレルキャブレターで 250HP、4バレルキャブレターで 320HP の350クイーン V8 に代替された。モデルは、前年と同様に、ベースのテンペスト、テンペストカスタム、ルーマンであった。ハードトップクーペから、三角窓がなくなった以外は1969年モデルの、 スタイリング上の変更はわずかであった。テンペストカスタムはこの年だけカスタム S と名称変更されたが、提供されるモデルは1968年と同じであった。新しい3足ターボイコールハイドラマティック 350AT が古い2足 AT の代わりにすべてのエンジンに提供された。 350方の V8 エンジンが 5HP アップの 325HP になった以外は提供されるエンジンは依然と同じであった。移設されたイグニッションキーが付いた新しいステアリングコラムが導入され、前席のヘッドレストが標準装備となった。わずかなスタイリングの変更がアメリカ合衆国市場でテンペストの名称をつけた最後となった1970年モデルを飾った。 当初は2ドアと4ドアのセダンのみに、モデル数が縮小されたが、年の半ばに、GM 車中で最も安価なクーペという触れ込みで、低価格の T-37 ハードトップクーペが導入された。カスタム S はこの年にルマンとなり、以前のルマンシリーズは、ルマンスポーツとなった。ポンティアック製6気筒サイチェシーエンジンは、シボレー製2 5 9イン6気筒に変えられ、 一方 350V8 エンジンは2、バレルキャブレターの 255HP に落とされた。新しく提供されたエンジンは2バレルキャブレター、圧縮比8.6、1で 265HP の400クイーン V8 と4バレルキャブレター、圧縮比10.25、1の330であった。テンペストの名称は1970年モデルを最後に消えた。 1971年モデルは1970年モデルのテンペストと T-37 で用意されていた3種のボディスタイルを揃えた新しい T-37 シリーズにとって変わられた。この年以後 T-37 は廃止され、1972年モデルではすべてのポンティアックのインターメディエートは GTO、イガイルマンの名称が付けられた。 カナダのみでエルボディのシボレーコルシカをバッチ買えしたモデルが1987年モデルからポンティアックテンペストとして販売された。この車はポンティアックグランダムと6000の間に位置しており、1991年にポンティアックグランプリ世代に代替された。1987から91年モデルのポンティアックテンペストはベースモデルと LE の2種類のグレードがあった。 この双子のエルボディのテンペストを見分ける主な違いは異なるエンジングリル、エンブレム、テールライトであった。その他の違いはオプションのホイール、昼間点灯ライトとメートル方表記の軽基板のみであった。サイテッドレフレンスス、ありがとうございます。